ビッグボス日ハムを見事に再建。日本ハムが今季最長タイの5連勝を飾り、貯金を7とした。打線が7回までに新庄政権最多となる19安打を放ち、今季最多10得点。先発の北山幸喜投手は5回3安打3失点で3勝目を挙げた。初回西に、三塁、5番の万波中正外野手が右翼席へ5号スリーラン。昨季3戦3敗を喫した西武、隅田からいきなり先制すると、4点リードで迎えた3回は郡司裕也捕手がキャリアハイを更新する4号ツーランを右翼席へ。5回以降も石井和成内野手の2本の敵地打などで着実に加点した。自前の若手、FA 組、トレード組、助っ人外国人がそれぞれの役割を果たしてるだけじゃん。チーム作りも目利きも完璧でくさ。万波が躍動してて嬉しい。ボロボロで優勝無理だから育成モードで立て直しますっていうの成功したな。ガチでエスコン移って運気上向いたな。昨年よりチームが成長したのは間違いないけど、まだ100試合以上あるし、本当のチーム力が試されるのはオールスター明けてから評価するのはまだ早い。交流戦は最悪5割で行ってほしい。ビジターが甲子園、広島、神宮だよな。神宮のマウンドってパニは投げづらいんだろ。就任当初の課題をかなり潰せてるし、結果もついてきた。まだまだ先発候補いるし、清宮とレイエスは必ず調子上げてくるから、全然余力がある。新庄就任初年も交流戦前まではそれなりに勝ててた。ただ初戦の甲子園で堀がフォアボール連発から大逆転食らって、あれよあれよと単独最下位に落ちてった。5試合連続で試合終了時点で、相手チームより多めの点数取ってただけで別に強くはないだろう。選手間の競争激しいから当たり前のように出場機会求めて複数ポジション守れる選手増えたね。渋い意見があるけど、今のハムは普通なら優勝するペースで勝ってるぞ。たかが異常なだけ。今年は交流戦が鬼門になりそうやな。